よしお兄さんと遊ぼう。さあ今日はですね、マヨネさんに来てもらいました。呼んでみましょう。マヨネさん。はーい。イエーイ。マヨネさんといえばやっぱり、ね、体を動かすこと得意だと思うので、今日はイエリンピックに挑戦してみたいと思います。イエーイ。さあ今日のイエリンピックはこんな動きをやってみたいと思います。はい、そしたらこちらの足にしましょう。はい、手を上から足を中に入れます。そしたらこっちの手をぐるりと回して、はい、そしたら上げてない方の足を戻して、はあ、元に戻る。これを1分間で何回できるかをやってみたいと思います。何回いけそうですか、マヨネーさん。ぐるりんまで行きたいで、はい、5回はやれないとまずいね。5回はやれないとまずいそうです。やりましょう。 ではまず1分間で、足をこうやってぐるっとするのをやってみたいと思います。さあ時計用意しました。この上に順位に来た時にスタートしましょう。はい、でぐるっと回ったら1分です。さあこの間にね、こうぐるぐるとできるかどうかでございますよ。はい、これ注意事項は、注意事項は最初は右足からスタート、はい、ぐるっと回ったら今度左足からスタートで、okay. あとはあまり引っ張らないように、ね、相手をね、ね危ないですから気をつけてやってみましょう。スタート。よっ。はい、1回、はい、よっ2回できたか教えてください。それから他にもこんな面白い遊びがありますよっていうのがあったら、どしどし応募してみてくださいね。さあマヨネさん、はい、イエリンピック一つ目の競技でしたが、はい、どうでしたか。楽しかった。楽しかった。ね、あとよしお兄さんとマヨネさんのこのコラボで、はい、マヨネさんチャンネルの方で、はい、マユマミ TV っていうチャンネルなんだけど、はいはい、ぜひそっちも見に来てください。はい、ぜひ見てください。さあ、マヨネーさんとのイエリンピックでした。はい、みんな、またねー。バイバーイ。